ステファノス・チチパスは、ギリシャアテネ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーでシングルス7勝。自己最高ランキングは、シングルス3位。身長193センチメートル、体重89キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。チチパス、ツチ,チパス、チチパスなどの表記揺れも見られる。ギリシャ人初の ATP ツアーシングルス優勝者。 2019年を ATP ファイナルズシングルス優勝者。元プロテニス選手の両親の父母の手ほどきで3歳からテニスを始める。母方の祖父はソビート連邦のサッカー選手で1956年メルボルンオリンピックで金メダルを獲得したセルゲイ・サルニコフである。また、弟のペトロスもプロテニス選手である。ジュニア時代2013年14歳で、 ITF ジュニアサーキットに参加。2014年11月に開催された、アビエルとフーベニールメイヒカーの大会まで、ハイレベルのグレード A トーナメントには出場したことはなかったが、翌月のオレンジボールでは、グレード A に大会目にして決勝まで進んだ。当時、チチパスのジュニアランクは100位圏外だった。2015年にジュニアグランドスラムに初出場する。この四大会では、 全豪オープンでの準々決勝が最高成績だった。この年はシングルスでは一度も決勝に進出していないが、オレンジボールで再び決勝に進出し、身を見るケツマノビッチに3セットタイブレイクの末敗れた。ジュニアランキング14位でシーズンを終えた。2016年、グランドスラム4大会を含む、出場した8大会すべてで準々決勝以上の、 進出を果たし大躍進の年となった。自身初のグレード A 大会の優勝後、ジュニア世界ランク1位になった。この年は、その後、ヨーロピアンジュニアチャンピオンシップでも優勝を果たす。このシーズンで最も大きなタイトルは、ケネス・レイズマと組んで出場した、ウィンブルドンのダブルスのタイトルだった。これがチチパスが、ジュニア時代に獲得した、グランドスラムの唯一のタイトルである。 オープン開港ジュニアグランドスラムを勝った最初の男子ギリシャ人プレイヤーとなり、1963年に全仏オープンとウィンブルドンを優勝したニッキキャリジェロプロス以来二人目となった。また、この年のグランドスラムシングルスでは、全仏オープンと全米オープンで準決勝に進出し、最終的にジュニアランク2位でシーズンを終えた。2013年にカブツアー参戦。 2017年の ABA のアムロ世界テニストーナメントで ATP ツアー本戦デビュー。4大大会では2017年全仏オープンで予選を勝ち上がり初出場した。1回戦でクロアチアのイボカロビッチを相手に6から7、5から7、4から6で敗れた。ヨーロピアンオープンでベスト4。年間最終ランキングは91位。 2018年は4月のバルセロナオープンで快進撃を見せた。準々決勝でオーストリアのドミニクティームを6-3、6-2、準決勝でスペインのパブロ・カレーニョブ・スタオ7-5、6-3で破り、ATP ツアーで初めて決勝に進出した。決勝では世界1位のスペインのラファエル・ナダルに2 6、1-6で破れた。 5月7日付のランキングで40位を記録し10代でトップ50位を果たしている。グランドスラム初シードとなる第31シードで迎えたウィンブルドンでは4回戦まで進出し第9シードのアメリカのジョン・イスナーに敗れた。8月のロジャーズカップでは2回戦で、チーム3回戦でセルビアのノバク・ジョコビッチ、準々決勝でドイツのアレクサンダー・ズベレフ、 準決勝で南アフリカのケビン・アンダーソンとトップ10選手を4人撃破し、マスターズ戦で初の決勝進出を果たした。決勝では世界1位のナダルと再び対戦して2から6、6から7で敗れ、20歳の誕生日を優勝で飾ることはできなかった。10月のストックホルムオープンで3度目の決勝進出、決勝でエルネスツ・ガルビスに6から4。 6から4で勝利し、ギリシャ出身の男子選手としてツアー初優勝を果たした。11月のネクストジェネレーション ATP ファイナルに初めて出場し、決勝でアレックス・デミノーを2から4、4から1、4から3、4から3で下して優勝した。年間最終ランキングは15位。1月の前後オープンには第14シードで出場すると4回戦で、 大会3連覇を目指すロジャー・フェデラーに勝利し、4大大会でのタイビック4、初白星を挙げた。その後、ロベルト・バウティスター・グートにも勝利し、自身初の4大大会ベスト4進出を果たした。準決勝では、ラファエル・ナダルにストレートで敗れたものの、大会終了後の世界ランキングで、自己最高の12位を記録。フェデラー戦の勝利について父チチパスは、 決して忘れない魔法の瞬間と振り返っている。オープン13では準決勝でダビド5ファンを下して決勝進出、決勝でミハイルク,クシュキン王の7から5、7から6で破り優勝をした。ドバイテニス選手権では決勝でフェデラーに敗れて準優勝だったが大会終了後の世界ランキングで10位になり初のトップ10位を果たした。マイアミオープンは ウェスリー・クールホフと組んだダブルスで決勝に進出したが、ブライアン兄弟に敗れた。ポルトガルオープンでは、決勝で、パブロクエバスを6から3、7から6で下し、クレーコート大会で初優勝した。ムチュア・マドリードオープンは準決勝で、ラファエル・ナダルに6から4、2から6、6から3で勝利して、決勝進出。決勝では、ノバク・ジョコビッチに3から6、 4から6で敗れた。ダブルスでも先と同じペアベスト4に入りした。続く BNL イタリア国際でもベスト4に入りしたが、準決勝でナダルに雪辱を果たされた。全仏オープンは4回戦で、スタンはウリンカに6から7、7から5、4から6、6から3、6から8で、フルセットの5時間を超える死闘の末敗れた。ウィンブルドン選手権は初戦敗退。 シティオープンでは準決勝でニック・キリオスに敗れたが大会終了後の世界ランキングで5位になった。10月のチャイナオープンでは決勝でドミニク・ティエムに6から3、4から6、1から6で敗れ準優勝。翌週の上海マスターズではノバク・ジョコビッチに3から6、7から5、6から3で勝利し、自身初の ATP ファイナルズの出場権を獲得した。迎えた。 最終戦では2勝1敗でラウンドロビンを突破。準決勝でフェデラーに6から3、6から4で勝利すると決勝では TM を6から7、6から2、7から6で下して初優勝を果たした。年間最終ランキングは6位。全豪オープンは3回戦で敗退。2月のオープン13では決勝でフェリックス・オジェアリアシムを破り連覇を果たした。 翌週のドバイテニス選手権でも決勝に進出したが、ジョコビッチに敗れ準優勝だった。3月より、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、ツアーが中断した際には、大阪直美や TM と SNS ライブ配信で交流した。ツアー再開後のウエスタンサザンオープンでベスト4入り、全米オープンは3回戦敗退。異例の時期のクレーシーズンでは、 ドイツ国際オープンで決勝に進むも、アンドレエルブレフに敗れた。しかし、続く、全仏オープンでは準々決勝でルブレフに接続を、果たして4強入り。続く、準決勝では、第1シードのノバク・ジョコビッチに2セットダウンの状態から2セットを練習し持ち直すが、最終セットで一歩及ばず敗退。初のグランドスラム決勝進出とはならなかった。 ATP ファイナルズはラウンドロビン敗退。全豪オープンでは、準々決勝でラファエル・ナダルを3から6、2から6、7から6、6から4、7から5で破り、ベスト4入り。準決勝ではダニール・メドベージェフに敗れた。メキシコオープンで決勝に進出したが、ズベレフに敗れ準優勝。モンテカルロ・マスターズでは全てストレート勝ちで、決勝進出。決勝で、 アンドレール・ルブレフを6から三六から三で下し、マスターズ戦初優勝を成し遂げた。続く、バルセロナオープンバンコ・サバデルでも多くのシード選手を破っての決勝進出と、好調ぶりを見せたが、決勝ではナダルに四から六七から六五から七で惜敗した。BNL イタリア国際でベスト八リオンオープンでまたも決勝に進み、キャメロン・ロリーに六から三 6から3で勝利してツアー7勝目を挙げる。また、試合後にこの優勝を11歳の日本人の少女に捧げると語り、鬱つに苦しむ日本人少女と文通していることを明かした。校長をキープして挑んだ全仏オープンでは、準々決勝で第2シードのメドベージェフをストレートで下し、2年連続のベスト4入り。準決勝ではズベレフ相手に6から3。 6から3、4から6、4から6、6から3の熱戦を制して、自身初のグランドスラム決勝進出を果たす。決勝では、ダブルグランドスラムを狙うのバクジョコビッチと対戦。7から6、6から2、3から6、2から6、4から6の2セットを選手する奮闘を見せるも、大逆転負けを喫し,し、初のグランドスラム優勝は叶わなかったが、 自己最高の世界ランキング4位を記録した。その好調さのまま迎えたウィンブルドンでは第3シードとして出場したが、1回戦でフランシスティア4に4から6、4から6、3から6のストレート負けをさらし、2019年と同じく初戦敗退で終わった。イースタングリップから繰り出される強烈なフォアハンドストロークが武器のアグレッシブベースライナー。 典型的なベースライナーに比べるとネットに出る回数も多い。ウィナーを狙った際にオーバーアウトが多いのが改善点の一つである。幼少期は両手バックハンドも試していたが憧れのロジャー・フェデラーが片手バックハンドだったことや感覚が良かったことから片手打ちにしたという。好きなコートサーフェスは芝でウィンブルドン選手権がお気に入り。得意なサーフェスは馴染みのあるクレーで クレイコートに立つと、自信が湧いてくると述べている。現行ルールでは禁止されているコーチングの常習犯で、あり、導入賛成派。2018年全米オープン女子単決勝で物議を、かしたセリーナ・ウィリアムズのコーチングを行った、パトリック・ムラト・グルーに指導を受けている。また、高頻度かつ長時間のトイレットブレイクは、遅延行為で、ルールの悪用だと、マレーや、ズベレフなど、 複数の選手から批判されている。ズベレフの場合はそれだけでなく、携帯電話で外部と連絡を取っているのではないかと、求断した。父パスは否定しており、僕はガイドラインに沿ってプレーした。と反論している。母の双子の妹であるオバワ元、ソ連のプロテニス選手で、ジュニア時代の自分に、トレーニングや試合に出場するための援助をしてくれた、ことを感謝している。母方の祖父、 セルゲイ・サルニコフは、オリンピックで金メダルを獲得したサッカーソ連代表のメンバーであり、FC スパルタク・モスクワの元監督でもある。また、おばが日本人と結婚している縁もあり、日本を一番好きだと述べている。クレタ島の海で溺れそうになったことがあり、それ以降コート上で恐怖を感じることはないという。テニスがあまり人気のないギリシャで人気を高めることに、 関心を示している。新型コロナウイルスワクチンの接種には会議的であった。2021年8月、大会出場のために義務化された場合にのみワクチンを打つとする発言をギリシャ政府が非難したため、翌月には発言を撤回して年内にワクチン打つことを表明している。英語、ギリシャ語、ロシア語を話すことができる。シングルス。 1シングルス、3、優勝1回、準優勝2回 W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。